もちろんこのタイトルをやらずに終われないということで、やっていきたいと思います。そう、スターフィールドです。はい、こちらスライドをお願いいたします。はい、もうこちらもあの注目されている方多いと思うんですけども、はい、もう、まあ、言わずもがなの、うん、まあ、エルダースクロールズとかね、はい、スカイリムとかフォールアウト4とかも手掛けているあのベセスタゲームスタジオとか、はい、これ25年ぶりに発表する完全新規のフランチャイズと、はい、超大型注目タイトルになってますと、はい、でゲームディレクターを務めるのは もちろん、うん、トッド・ハワードさん、はい、いやもうこれ期待しかないないって、はい、でまあ、ちょっとあのまだね細かいところが不明なんですけども、うん、はい、なんかまあちょっとあの、まあ、広大な宇宙を、ね、秘められた謎を解き明かすべくと、はい、事前に、まあ、自由に宇宙を駆け巡ると、うん、もう本当に冒険が楽しめるんだろうなと、なんかあのトッドさんが宇宙版スカイリムみたいな、うんうん、なりようみたいなところ、はい、別のメディアのところでインタビューで答えてましたけども、うん、ちょっとこちらの方に関してもあのせっかくレイナーさんがいらっしゃるので、はい、お聞きしたいなと思います。よろしいでしょうか。全然大丈夫です、はい、はい、お願いします。じゃあちょっとですね、あのちょっとミニトレーラーがあるのでこれをご覧にいただきながらお聞かせください。ちょっとトレーラーお願いします。これちょっとあのロケーションの紹介 PV がちょっとポコッと流れますが、うん、あのこれ E3 で発表された時ってあの反応どうでした？いや本当に、まあ、素直な、まあ、率直な反応はやっぱり、まあ、CG のクオリティ高みたいなコメントが多かったんですけども、ね、やっぱり本当にもうこれを見てわかると思うんですけども、やはりもうディテールがすごい、そしてやっぱりもうどの場所も綺麗っていうのがあったんですけども、あとやっぱりまあ新規エンジンのクリエーションエンジン2の発表があった時もいろいろとコミュニティからね、うん、ポジティブなコメントをいただきました。はい、うん、おこれコンストレーションね、入るこれ皆さんの公式ホームページから入ってください、コンストレーションみんな、はい、であのじゃあちょっと次のトレーラーを見ながらまたお話を伺いたいんですけども、これあのまああのトッドさんも言ってるように、まあもうエルダースクローズとかもうフォールアウトみたいなあの、まあとにかく自分で決められるオープンワールド、うんうん、第二の人生を送れるようなオープンワールドゲームになると考えていて OK ですか？そうです、まあどんな風になるかはまだもちろんね知らされていないんですけども、まあ、でも今紹介されている映像のようにもう様々な舞台がもう作られているっていうことはやっぱり皆様にもね公表していまして、どんな世界観でゲームになるかまではまだあのいろいろと言えないんですけども、本当にねあの私もすごい楽しみです。どれぐらい壮大なのかっていうのを、うん、はい、そしてちょっとこれはですね、はい、はい、ちょっとこれ聞いていいかなってところなんですけども、ちょっとこのトレーラーを流しながらお聞きしたいことがありまして、これオンラインプレイというかマルチプレイは可能なんでしょうかと。ああ、まあそうですね、まあ、こちらの質問は、うん、まあ、ファンの皆さんからもね結構多くいただいている質問なんですが、うん、残念ながらね私からはお答えできないから、なるほどそんな感じなんですけど、まあ、でも私もあのベセスタゲームスタジオスタッフもね早く新しい情報をファンの皆さんにお届けしたいと思っているので、うん、本当に今後ご期待くださいっていうことと、うん、まあ、私自身もすごい楽しみなんで、はい、まあ、私自身もねあのコンストレーションに登録しているので皆さんとねあの時タイミングでいろいろと情報をね得ることができるっていうことなので、皆さんもぜひ登録してください。はい、はい、ありがとうございます。これも楽しみだな。まあ、でもスターフィールドも一応もう発売日出てますから ね先ですけど、す2022年11月11日発売予定ということで Xbox シリーズ X そして PC で発売予定となっております。続報ちょっと楽しみにしたいですね。はい、ベセスダーソフトワークス最新情報スペシャルはここまでとなります。最後にはですねスターフィールドのトレーラーを見ながらお別れしたいと思います。そして9月30日のマイクロソフトのイベントでも公開されましたが、あの方からのコメント映像も合わせてご覧ください。ということでレイナさん今日はありがとうございました。ありがとうございました。今度もありがとうございます。ありがとうございました。次のコーナーは21時から赤組 VS 白組ゲーム大運動会 Day1、こちらちょっとおじさんが出ない方のゲーム大運動会をお届けしていきたいと思います。チャンネルはそのままお待ちください。またね。
Hi to everyone there in Japan. We're here at Bethesda Game Studios. First, I want to thank you all for your support over the years of our games, Elder Scrolls series, Skyrim, the Fallout series. And next year, we have our first new gaming universe in over 25 years coming out with Starfield, a game we've dreamt of playing. It's an epic role-playing game where you'll answer our greatest mysteries. And happy to tell you all that yes, it's going to be fully translated and voiced in Japanese. It's our largest translation ever, with over 300 actors and over 150,000 lines of dialogue. Can't wait for you all to play it. Thanks for everything. At Bethesda Game Studios, we love to create experiences that, through art and technology, transport you. We've brought that to many worlds, but never to what's above us. When we look to the sky, we wonder if we're alone. What's out there? What our future holds? In some ways, since every element in each of us is from the stars, we want to return. Starfield is our first new universe in over 25 years. It's a game we've dreamt of playing. And it's only now that we have the hardware, the technology, and the experience to push our creative boundaries even further. In it, we invite you to join Constellation, the last group of space explorers. It's a next-generation role-playing game where you'll be who you want, go where you want, experience our stories, and forge your own. More than that, Starfield's about hope, our shared humanity, and searching for the answers to life's greatest mystery. We have a lot to share. For the first time, we'll provide an inside look at the inspiration and process behind Starfield. We hope you'll join Constellation and go with us on the journey as we craft our next epic.